ノックス軍は、アメリカ合衆国テキサス州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は3719人であり、2000年の4253人から12.6%減少した。軍庁所在地は、ベンジャミン市であり、同軍で、人口最大の都市は、マンデー市である。 軍名はアメリカ独立戦争の将軍ヘンリー・ノックスにちなんで名付けられた。1932年に共和党から知事選挙に出馬したオービル・バリントンはノックス軍10人であり、それ以前には軍検事を務めていた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は855平方マイルであり、このうち陸地849平方マイル。 水域は6平方マイルで、水域率は0.75%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ノックス軍の教育は、下記の教育学区が管轄している。ノックス軍のゴリー市では、あらゆる年代のウェスタンスイング音楽家がその才能を見せるための行事である、ボービー・ボートライト記念ミュージックキャンプを毎年開催している。 この名称はゴリー出身のバイオリン奏者から取られた。このキャンプの様子は2010年7月21日に全国公共ラジオの朝の番組で放送された。ありがとうございます。